あの、パロプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は J1 限定、出番がない実力者たちということでございまして、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということでございまして、まあ、J1 も結構、まあえ、これ動画収録しているのは5月の中旬でございますで、多分この動画が上がっているということは、僕がすんごく忙しくて、動画を上げる暇がないという、まあ、要はストック動画でございますので、まあ、ちょっともしかしたらこの動画上がるのが6月とかなっていたら、ちょっとね、ズレがあるかもしれないんですけど、そこ ご了承くださいということでやっていくんですけれども、まあ、5人挙げております、まあ、名古屋から2人のミッドフィールダーそして徳島を昇格に導いたあの男そして神戸のディフェンダー〇〇○○そして FC 東京の名パーサー○○が出ていないということで5人挙げているんですけどもしかしたらこの中でいや あのねその選手、怪我で出てないだけだからとか、えー、そういうのがもしかしたらいるかもしれませんけども、そこは僕の勉強不足で、えー、ございますので、そこは本当申し訳ないんですけども、多分怪我してないのかなって感じが、えー、するんですけどもね、ちょっと最近、けが人の情報が J リーグ全く、えー、出なくなってきたそこ申し訳ないんですけども、まあ、それもやっていきましょうかね。ということで、こちらでいきましょう。ままずこ、えー、こちら1人人ガ、えー、ガブブリリエエルルシャビとといいいううでででございますす、まあ、きなり外国人からという話であるんですけども ル・シャビエルがまあ5月中旬時点なんですけどここまで6試合出場で4試合先発ということで完全にまあこれ見る限りだとターンオーバーようになっているなという感じがしますね、まあ、この途中出場がもっとね伸びていればまあまあまあって感じがするんですけどもしかしまあ6試合でうち先発が4回ということでまあちょっとターンオーバーな感じがしておりますけれどもじゃあこのガブリエル・シャビエルねその代わりに誰が出,出ているんだいということでございますこちらですね、まあ柿谷陽一郎が トップ下で入っている機械が今ガブリエル・シャビエルの場合はトップ下だけじゃなくて、まあえー、サイドでも、うん、起用されることが多い選手でございまして僕は本当ね、えー、これいろんな動画で言ってるんですけどガブリエル・シャビエル大好きなんですね。本当あのね僕好きなんです、この選手。本当実はこの,、えー、この選手見るだけで実はお金が払えるんじゃないかな僕はうぐらい僕は好きなんですけど、まあ、その選手の代わりに出ているのが、まあえー、セレッソから移籍してきた柿谷陽一郎という15試合10先発で、えー、ございますね。だから この柿,滝柿,谷、えー、柿,滝柿谷の遺跡って非常にまあ大きいんだなって感じがしていますし、まあ、もちろん柿谷がしっかり結果を残していてだかシャビれるもしょうがないのかって感じがしますけれどもね。はいで次 同じ名古屋グランパスから阿部選手ですね4試合出場でうち先発が2試合ということで、まあ、この阿部選手も、まあ、名古屋グランパス移籍してからはまあワントップやったりとかトップ下やったりサイドアタッカーで起用されたりとか、まあ、しているんですけれどもしかしまあ今年に限っては斎藤学が入っていきたいとか、まあ、さっきも言いましたけど柿谷がいたりとかでなかなか出場機会が得られないこのタイトル請負い人と言われている阿部選手でございますけれどもねこのの辺はまあ安倍選手も結構ベテランの に入りりつつあまますので、まあ、もしかしたら夏場にレンタルとかもあるのかなと感じがするんですけどもしかしま ACL があることを考えると阿部、まあ、選手まあ、さっき名前を挙げたガブリエル・シャビエルも、えー、そうなんですけども ACL が始まった時に本来のこの阿部、えー、選手たちね本来のポジションで起用されて結果残す可能性がありますので、まあ、間違いなく、えー、この名古屋に必要な選手なのかなって感じがしますけどもねはい、えー、次 FC 東京か高萩陽次郎ですね今期2試合出場で先発は ゼロとといいうここででございましてですねこのいや高萩もね、まあ、出場機会がないのかということで、まあ、高萩は一応調べたんですけども一応、ベンチ入りサブメンバーには入っているということで、まあ、この選手は怪我ではないということで、ねまあ、本当高萩といったら本当広島そして牛東京で活躍してきたこの、ね、名パサーといいますかボランチの選手なんですけどもここまで出場機会が限られているということでございまして、まあ、じゃあこの高萩の代わりにそこのポジションは誰が出ているんだということでこちらです、ね。 まあ今シーズン、森重がまあアンカー起用4三3 3の時はそこでアンカーで起用される機会がえ多いということでまあ森重はセンターバックでのもちろん出場もあるんですけど12試合でえ12先発で阿部選,選手もえ11試合で先発が8ということで本当この辺中盤が非常にまあ調子がいいということでございましてまあ,あと、東選手も昨年は怪我でねちょっと終盤まで復帰できなかったんですけども,もうすでに今シーズン、昨年よりもえ出場時間多いですね12試合で11先発ということでございまして ちょっと高萩のポジションがないのか、これ以外にも三田選手とかアルトゥール・シルバーがしっかり出場機会を得ていますのでそこで、ね、高萩が起用されないのかって感じはしてなかなか、ね、層が厚いと言いますか f c 東京も現在、この動画撮っている段階で13位なんでこれからちょっと、ね、メンバーの入れ替えとかフォーメーションの入れ替えとかあるかもしれないそういう時にはやっぱこういうベテランの高萩選手がスタメンで起用されて活躍とかあるかもしれません今後 f、ね、c 東京が調子を上げていくには、まあ、必要な選手と思いますので期待したいと思います。 はい、次、ビッセル神戸から大崎選手ですね、この大崎選手も2試合で1先発といいますか、1先発ということでございまして、もう高さ、強さ、パスーとしての能力、非常に万能型のセンターバックなんですけど、今年は、えー、出場機会が少ないということでございまして、まあ、じゃあこの大崎の代わりに、誰が出ているんだいというと、こちらの、ねまあ、菊池隆保ということで、まあ、菊池隆ねずっと期待されていて、レノハ山口でも、えー、大活躍してで、まあ、神戸に来たんですけども、昨シーズンはなかなか、えー、活躍できずで、でしかし今シーズン 本当も,う得点も、ね、結構上げておりますしこうやって、ね、守備のところもう僕は代表に呼んでもいいんじゃないかなっていうぐらい本当、えー、堅い守備、ね、この菊池選手、素晴らしいディフェンス見せておりますね。で、12試合、12先発ということで、まあ、やっぱりこの菊池が今シーズン、えー、多く試合に絡んでいるというのがやっぱり大きいのかなって感じがします。まあ、フェルマーレン選手も復帰してきたということでここの壁を破るのは大崎選手ねもちろん素晴らしい選手であるんですけれども、えー、なかなか厳しいのかなと感じがしますね。はい、次西谷和樹選手ででございまますね今後まで3試合 で1発とということでやっぱりこう西矢選手って言ったらキレのあるドリブルそしてスピードということでこの選手が、ね、J1 昨シーズンは特殊な引っ張ったんですけども今年は出場機会がないということでしかしじゃあ誰が出ているんだいということでこちら藤原獅竜がすごいということでございまして今シーズン僕は完全にこの藤原選手本当申し訳ないんですけども完全に、えー、ノーマークでございましたやっぱり海外でやっていた経験というのが、えー、かなり生きている可能性があると言いますか。 あまり聞いたことないんでどうなのか分かりませんけどもしかし、やっぱり一回海外の外の空気を吸うことによって今の活躍があるのかって感じがします、まあ、なんだろうな強いフィジカルがあるわけじゃないんですけどもやっぱり体の使い方、入れ方とかなんかう,ーんうまいのかなとかまあ体幹が強かったりとかするのかって感じがして本当にキレのあるドリブルそして本当1人でボールをね深くまで運ぶことができるということで本当この藤原選手、1つ僕の中でえ今年の J1 のサプライズ選手であるのは間違いないということでございましてやっぱこの藤原も ろ、ね、西谷選手もうまいんですけども、しかし、まあ、藤原がやっぱインパクトあるプレー、活躍を見せていますので、まあ、そういうことで西谷選手とはいえ、ここ、えー、レギュラーではなかったレギュラーポジションが現在取れていないのは、確かに、まあ、藤原選手のプレー見ているとしょうがないのかって感じが、えー、しておりますけれども、ただ、ね、ここからまた西矢選手も、ね、活躍期待したいと思いますね。はいえー、ということで、今回、えー、この J1、なかなか機会を得ていない選手たち5人を、えー、紹介してきました。ただやっぱり、ね、ここでチームの調子が悪い選手もいますので ここからどんどん虎視眈々のチャンスを狙っていると思いますので、まだまだ、ね、今後、活躍を期待したいと思いますし、まあ、もちろん、ね、いつかどっかでこのベテラン選手たち、まあ、若手もいますけれども、やっぱりどっかでこのベテランとか中堅の選手の活躍とかっていうのは必要になってくると思いますし、まあ、試合に出ていなくてもピッチ外、ピッチ内外での影響って、多分ねベテラン選手、中堅選手とそれぞれ役割があると思っていて、そこを人間性的なところで、多分ねチームをまとめてくれているんじゃないかと、個人的にはですけれども、ここからまた活躍を期待したいと思います。 ねはいえー、と以上になりますね。以上、パルプンジーリーグサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。